まあ、黒とターコイズっていうやつ、白にこのミズノのロゴのところが金色、カリカリ付きで、あれ、はい、入ってた。ケンマヤ TV。 こんにちは、ケンマヤのアナです。今回はもう1年ぐらい、1年経つか経たないか、1年経ってるかは微妙ですけども、また安全靴の話をしたいと思います。まあ安全靴結構毎日使ってるので、まあこんな感じで、まあまあもう黒くなってたりとか、まあ、破れたりとかして、まあ、もうそろそろ替え時かなと思って、ちょっといろいろカタログを取り寄せたら、なんか最新みたいな感じのやつがあったんで、ちょっと気になって2足買ってみました。それがこれです。これですね。上がミズノのやつで、下がアシックスのやつで、まあ両方とも安全靴、まあ、前回もお話ししたと思うんですけども、まあ、スポーツ用品の、スポーツ用品靴、まあ、スポーツ用品を作っているメーカーさんの、まあ、安全靴なので、僕なんかはもうずっと立ち仕事なので、まあ足のことも考えられて作られているのかなと思って、まあ、僕はもう最近ずっとこうスポーツメーカーさんの安全靴を履くようにしています。まあ、結構足の疲れもあんまりなさそうな感じもするので、ずっと愛用しています。で、まあ、今はこんな感じで紐靴なんですけども、まあ、紐靴でも別に問題はないんですけども、ご存知の方はご存知かと思いますけども、僕最近ゴルフを始めました。もう最近って言ってももう9ヶ月ぐらいになるんですけども、まあ、ゴルフシューズももちろん買うんですけども、まあ、初心者やから安いのを買おうかなと思って安いのを買って、これですね、これを買ったんですね。もう1万円ぐらいやったのかな、したか感じで、まあこうやってカリカリとかもついてるんですけども、このカリカリがなんかこう、今もこう見ていただいたみたいに、こうやってやると結構ガリガリってと引っかかったりとかしちゃうので、で、まあスイングした後に必ず左のこのカリカリがもう緩んで、もうブカブカになっちゃったりとかして、なんかこれあんま良くないなと思って、まあ、こっそりやってる僕のゴルフのインスタアカウントをご存知の方は知ってると思うんですけども、まあ、今紐靴のこのアディダスのやつにしてるんですけども、まあこれ、まあゴルフは結構歩いたりとかするので、もう紐靴であんまり緩まないような感じにはしたんですけども、今回安全靴がまあボロボロになってきたので、ちょっと新調しようかなと思ってカタログを取り寄せたら、なんとここに2つのメーカーさんともにこのカリカリがついてるんですよね。もう僕このカリカリかっこいいなと思ってたんで、もうこのカリカリを買うしかないと思って、このカリカリのやつを買いました。それがこれで、まずはアシックスさんのやつで、色は黒とターコイズ、まあ僕結構ターコイズブルー好きなんで、ケンマヤ TV のイメージカラーとしてもこのターコイズブルー使ってるんですけども、まあ、黒とターコイズというやつで、もう一個がミズノのやつ、これもカリカリ付きで、ここにカリカリがついてて、色は白にこのミズノのロゴのところが金色で選んでみました。このカリカリのやつもボア、 BOA って書いてボアっていうやつで、まあ、ボア機構、ボアシステムって呼ばれてる、まあ、一番カリカリで有名なやつなんですかね。先ほど紹介したこのゴルフのやつはボア機構、ボアって書いてないので、もうちょっと違うメーカーさんのやつです。ということで、今からちょっと履いてみたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、ちょっと下の画面、縦画面がメインで説明になるんで、普通の画面ちょっと僕下向いたりするかもしれないですけども、まずはこのアシックスのやつを履いてみたいと思います。まあ、これもなんかこうカリカリも本当こう、ここに回すだけで閉まっていって、でここのカリカリのところの部分をこう引っ張るだけ、ここか、引っ張るだけでこう緩むっていう感じで、めちゃくちゃ便利です。あれ、何これ、はい、入ってた。あれ、まあ、こんな感じで、どうですかね、どうですかねっていうのもあやかしいですけど、まあこんな感じで、まあ履き心地は至って普通で、あともうこのカリカリをちょっと締めすぎると結構窮屈なんで、まあ紐とかよりもカリカリで若干自分の
履き心地のいい感じで微調整できるのですごくいいかなという感じです。で次はミズノのやつ、このアシックスのやつはカリカリ横についてるんですけども、ミズノのやつはこれ前についてますね。お、ミズノの方が結構スポッて入る、あ、ミズノの方が結構入るスポッて、え、これ 4.5?4.5 これは 4.5 やな、あ、同じ 4.5 でも全然違う、あ、はい、こんな感じでミズノのやつこんな感じですね。ちょっとなんかちょっと大きい感じがする、ミズノとアシックスでちょっと違うのかな。まあでも見た目もこっちが黒やったんでこっち白なんで、見た目もちょっとミズノの方が大きく見える感じがしますね。もうちょっと締めてもいいかな、うん、結構便利ですね。まあこれカリカリやとやっぱり見積もりとか問い合わせの時に事務所上がったりするんで、その時にこう、まあ、パッと上げてすぐ脱げたりして、まあ事務所から降りてさあ仕事しようかってなったりとかしても、もうすぐこうやってこうできるので、うん、結構脱ぎ着もめちゃくちゃ早くて便利なんです。いいですねこれは。まあこんな感じで結構いい感じですね。安全靴、まあ本当もう僕が社会人になり始めた頃の安全靴って、前も話したみたいに黒の革靴っぽい安全靴が多かったんですけども、最近はもうこういう風なスポーツ用品のメーカーさんが作ったりしてるので、まあおしゃれなやつが結構多い感じがします。まあおしゃれは足元からとか言ったり言わんかったりとはするんですけども、僕は仕事やから何でもいいやじゃなくて、まあ前もお話したみたいに仕事こそやっぱり8時間とかまあ長くやってて、まあ週5週6とかで履く靴なんで、やっぱ普段の靴よりは結構長いこと履いてるので、いい靴を履いてやっぱり足をいたわって、僕ももう年齢重ねるとやっぱり足とかも疲れが取りにくくなったりするので、やっぱりいい靴履いて足の疲れをよりこう低減できるような感じがいいのかなと思って、ちょっといい靴買ってます。はい、まあ、何でも全然その足から地面にこう伝わるような感じとかもあんまりなくて、本当こう下のソール、この底面ですねがしっかり衝撃とかを吸収してくれたりとかするので、あんまり足裏とか足の負担もだんだん少なくなってきてるので、まあ、やっぱり仕事って僕はもう立ち仕事なんでしんどいので、まあ、こういうのを履いて毎日ちょっとでも足が楽になるような感じになったらいいかなと思ってます。まあ、ということで今回また安全靴の話をしましたけども、まあ、安全靴いろんな種類があって、まあ、どんなん履いたらいいのかなとか、どういうのがいいのかなとかいうのがあると思うんですけども、まあ、皆さんもこんな安全靴履いてるよとか、まあ、こういうのおすすめだよとかのがあれば YouTube のコメント欄もしくは LINE 公式アカウントの DM にコメントいただけると嬉しいです。この動画が皆さんにとって少しでも役に立つと嬉しいです。ありがとうございました。